い、じいちゃんです。もう腹パンパンです。カレー食った皿どうにもならなくてとりあえず置きっぱなしです。駐車場にすりゃ分かるで、あれ釣り人だね。いや、しかし本当考えたらこれ近いわな。西伊豆と東海道はね、何キロぐらいあるんだよ、この間は。だってすごいね、南アルプスの方まで雪かぶった。いや笑ってる場合じゃないか危ねえからな、ほんとこの辺は。いつ崩れるか分かったんじゃないの。
だこれ。おお、絶景です。ずら、標識が立ってました。富士山方向の。なかなかユーモアのある人ですね。
です。西伊豆はね、うわーすごいすごい、海に映っちゃって、もうこれはどうか、えいこりゃな、一人で通るのなんだな一人で撮るのもこれまた一強かな、一強かな、一番大きなパイがある東京の発着のゴートトラベルをどうするのという話なんですけど、小池知事はやはり、と言っております、国が判断すべきだと言っておりますね。で一番下いきますね、ただ官房長の中にもいくつか意見紹介をさせていただいている、200円とか見えたけど今鋭意検討して